えーま、すです、えー、聖書1日1章の時間となりました、えー、今日はこの聖書の旧約聖書のエゼケル書の、えー、24章ですね、えー、では早速エゼケル書の24章を見ていきます <laughs>、えー、エゼケル書の24章、えー、第9年の第10の月の10日私に次のような主の言葉があった人の声をそこの日ちょうどこの日の日付を書き記せ ちょうどこの日にバビロンの王がエルサイムに攻め寄せたからだ。あなたは反逆の家に一つの例えを語って言え神である主はこうせられる。鍋を火にかけ、これを吸え、水をこれに注ぎ入れ、これに肉の切れ <laughs>、えー、桃と肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、エルニキの骨で これを満たせ、エルニキの羊を取れ、鍋の下には薪を積み、よく沸騰させて、その中の骨も匂う。それえ神なる主はこうせられる。あ流血の町、錆びついている鍋、その錆びは落とせない。一切れずつそれを取り出せ。えー、くじで引いてはならない。彼女の血はまだそこにある。えー、彼女はそれを裸、岩の上に流し、地面にそれを流さず。 これに土をかぶせようともしなかった。えー、私は気取りを募らせ、復讐するため、その地を裸、岩の上に流,流れさせて、これに土をかぶせなかった。それゆえ神なる死はこうせられる。<laughs> あ、あ流血の町。私もこれに炊き木を積み上げよう。薪を増やし、火を燃え立たせ、肉をよくに。 味をつけ骨も燃やせ鍋を空にして炭火にかけその精度を熱くしてその中の汚れを溶かしサビがなくなるようにせよ <laughs> しかしその骨折りは無駄だったそのひどいサビはそれから落ちずそのサビはなお火の中にあったあなたのみだらな汚れを見て私はあなたを清めようとしたがあなたは清くなろうともしなかった それで、えー、私があなたに対する私の憤りを沈めるまでは <laughs> 沈めるまで、えー、私は決して清められない、えー、主である私は言ったそれは必ず起こる私はそれを行ってなお,なおざりにせず惜しまわず思い直しもしないあなたの行いやあなたに、えー、行いや技に従ってあなたを裁く神である主の見つけ 次のような主の言葉が私にあった。人の声を見よう。私は人をうちであなたの愛するものを取り去る。嘆くな。泣くな。涙を流すな。声を立てずに悲しめ。死んだもののために、もに服するな。頭に、えー、布を巻きつけ。足にサンダルを履け。口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。<laughs> その朝、私はために語ったが、夕方、私の妻が死んだ。 翌朝、私は命じられた通りにした。すると、民は私に尋ねた。あなたがしていることは、私たちにとってどんな意味があるのか、説明してくれませんか。そこで私は彼らに答えた。次のような主の言葉が私にあった。神である主がこうおえられると、イスラエルの家に言え見よ私はあなた方の力の誇りであり、あなた方が愛し、心に浸っている私の聖女を汚す。 あなた方が見捨てた息子や娘たちは連れで倒される、えー。あなた方は私がする通りにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履き、えー、嘆いたり、泣いたりしないようになる。ただ自分たちの尖のために口を張って、互いに嘆き合うようになる。えー、エゼケルはあなた方の あなた方のための印となり、えー、彼らがした通りをあな,たあなた方にもするようになるこの時あなた方は私が神主であることを知ろう <laughs> 人の声を私が彼らの力とする者境に満ちた喜び愛する者心に慕う者彼らの息子や娘たちを取り去る日その日逃れた者がこの知らせを次にあなたのもとにやってくるその日 あなたは逃れてきたものに口を開いて言えもう黙っていてはならないあなたが彼らのしるしとなるとき彼らは私が主であることをしろう <laughs> 感謝いたします、えー、エゼキケル書の24章でした、えー、この聖書の御言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書をあなたをもとにマスアトのー聖書一日一章でしたこのマスアトの YouTube チャンネル 登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。次回の聖書一日一章、えー、エゼケル書でお会いいたしましょう。マサトイしたシュアゲネスパシャンプロジュール、シャロム、シャロム、シャロム。